馬がいきなり暴走、その訳とは。女性を乗せたまま突進、すると向きを変えると女性が振り落とされ、水桶にドボン。なぜ馬が走ってきたかというと、餌が食べられると思ったのか、バケツの音に反応して一目散にやってきたのです。実は乗っていた女性はロデオ競技の選手です。この日も乗馬の練習をしていました。しかしこちらの馬は鞍や手綱をつけていない、いわゆる裸馬。そのためロデオ競技選手の女性もあまりの勢いに振り落とされてしまったということです。